ね、古畑さんにあちょっと演奏してはいもらおうかなと思います。はい、わかりました、はいはい、お願いします、はい。すぐもっと強調して、うんうん、まあ、逆にこのミの次のドの音とかはもう少し長くてこうファッと余韻を残しても、はい、あの綺麗に聞こえるかなと思います、うんうん。指も速いし、なんかそうですよ、ね、オープンじゃないですか。ドシャープが。そう。で、なんか、音が戻らないっていうか、すぐなんか、切り替えがそうできないっていうか、はい、こっちの、お最後の、2つを押しちゃっても、実は、いきます。そうなんですか？普通に吹くと、なんですけど、こっちだと、まあ、ちょっとピッチが低くなっちゃうんですけど、あ、まあ、例えばこのぐらいの3連符ってもう一瞬だったりするので、うん、さっき吹いてた時にやっぱここが原因でその後やや持つれたみたいな、その後あーって言ってやっぱり追いついてるみたいなまあこれフルートとか実はよく使ったりするんですけど、うん、まずこう静かな始まりの部分って、うん、ビブラートはまあ拍に合わせる、これだったら86なので、このダラダダラダダ、この拍に合わせてビブラートをかけたりもします。さっき古畑さん吹いたのはもっと細かかったですよね、実は、うん、でもそれって曲はもっと情熱的に聞こえるので、ビブラートを細かくかけると、うん、そのビブラートのかけ方をこう曲の中で変えてもいいかなと思います。最初から最後まで通してみようと思います、はい。Thank you.
吹いた時と今の吹いた時なんか違いが、ところどころですよ、うん、見られてすごくいい演奏になったなと思います。うわやっぱピッチの難しいところもどうしてもありますし、はい、はい、もうそのタイミングももっとセラとかの時ももっと繊細にタイミングしないと、うん、こうズバズバズバッとこうブクブク消えちゃったりするんで、本当に気をつけることはいっぱいあって、本当に演奏自体も繊細で音も繊細な、はい、楽器です。